イシキティミのイシキンです。2020年9月22日火曜日かなの動画日記となります。4連休の最終日でした。今日はまず午前中は朝8時5分ぐらいから友人がね、なんと我が りにわわざざ朝1時間ぐらいかけて電車乗って来てくれて一緒にそれで5分から10分ぐらいちょっと我が町をねいろいろ散歩朝気持ちよかったですごくね涼しくてちょっと散歩をしながらこここんな感じになっててみたいな感じでちょっとぶらり町を紹介しましてその後僕の行きつきのサルタ飛行コーヒーに行ってまいりました2人で。 で朝ねグラノーラセットっていうのがあってまあヨーグルトとグラノーラと、えー、がついて、えーまあ、アイスコーヒーついてなんか500円ぐらいのやつがあったので2人ともそれを頼みましてでそうですねで初めてねそこに彼を、えー、連れて行ったので、えー、まあ顔なじみの店員さんもねちょっと驚いていて、えー、新しい方ですかみたいな感じで驚いていて、えー、でお互いなんか「い,やいや なんかお世話になってますみたいな感じとかよろしくお願いしますみたいに言っててすごいなんか面白い光景でしたはいでまあその後2回で普通にまあ最初のちょっと1時間ぐらいは、えー、僕の近況報告まあちょっといろいろね、えー、あるんで近況報告とか、えー、彼のね近況報告まあ特に仕事面,だ面のお話をちょっといろいろね、えー、聞きましたはいでいろいろすごい彼の アドバイスとかね、えー、まあいろいろんなねいろんなアドバイスをねいただきましたはいすごく、えー、ためになるというか勉強になったし、えー、今後ねすごく生、えー、かせて生か,かさせていただきたいと思いますはいはいでえー、なんだっけあその彼はえっとまあ関係性はというとそうですね何だろうなうーんと最初は多分 かな、えー、僕の読書一応ね、えー、読書、えー、記録として始めた、えー、アカウントねメインの方一応メインの方ね、えー、の方のアカウントで知り合ってフォローし合っててでそのうちのあのー、業務委託先で運営している読書メディアの、えー、記事まあその皆さんのいろんな読書好きの方の えー、声を聞いて、えー、作り上げるような記事でちょっと何回か協力していただいたこともありえっ、ー、と一回ね一度、えー、弊社の、えー、メディアのライターとしてちょっともう協力何回か協力してくださったりとかして、えー、そういうねなんかその本当に、えー、今時の今時というかオンラインのつな、えー、がりで、えー、一回もね会ったこともなかったけどすごくいろいろ協力して、えー、いただいたすごくね本当に。 えー、感謝はい。で、えー、っと、それで、その後かな。えー、それだけではなくてですね、実際に、えー、会ったことも、まあ、これがあったのが2回目で、この前会ったの、あ、いや、3回目か、3回目で、えー、その2回目がすごく印象的だったんですね。2回目が、えー、っと、ウーバーワールドの男祭り、去年の12月20、20から21かち、ちょっと忘れちゃったんですけど、2十。 にえー、と東京ドームで、えー、男ね4万5千人かな男を集めた男祭りというのが、えー、ライブがありましてウーバールドのそれのえっ、ー、と何だっけなあれでその、えー、僕はその大学の友人が友達が、えー、当ててくれたチケットで、えー、まあ見るよって言ったんですけどその前にその友人と会う前に23、えー、時間かな34時間前にその彼と、えー、彼のすごい親友みたいな、えー、方が えー、まあせっかくだからなんかの、えー、Uber の Uberworld の曲縛りでカラオケをやろうということで、えー、カラオケをその3人でしたのがすごく印象的でしたねはいだからその一緒に、えー、すごくね、えー、2回今日合わせて3回しか会ってないけどすごく濃い何て言うんだろうな,、えー、なんか不思議な縁でつながったすごく僕が大好きな、えー、友達の1人ですはい、まあ、この動画もね、えー、結構毎回 えー、チェックしてくれてるみたいなのですごく本当に、えー、ありがたい限きですありがとうございますはいえー、はいでえー、っとなんだっけなえー、っとそうですねうーんとあとはまあそこでなんかいろいろね1時間ぐらい最初小話とか談笑した後にまあお互いの仕事というか、えー、横並びで座ってえー、作業をね黙々とええー、しました 僕は案件の作業だったりちょっとリモートワークだったりをちょっと、えー、しまして、えー、彼は、えー、っとなんだろう普通に、あのー、ガチで、えー、ちゃんと,ちゃんとっていうか仕事、えー、してましたね、はい、すごくカタ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 すごく集中して、えー、やっていましたで時折ちょっとなんか、あのー、お互いに、ね、ワンピース,もワンピース漫画ワンピースがすごく好きで、えー、アニメもすごい、あのー、SAO とかもすごい好きなんでその話をしたりとかでたまたまその サルタヒコに来てたお客さんで、えー「ワンピースの最近出た最新刊97巻」を読んでいるおじさんが、えー、おじ様がいたんでそれを見てすごくなんか「あいいですね」みたいな感じで言ったりとか、えー、まあちょっと時々喋りながら、えー、作業、えー、お昼ねしまして12時、まあ、30分過ぎぐらいまで、えー、しましてその後、えっと僕のまあ結構ねもうかれこれ5回目ぐらいになる、えー、醤油ラーメンすごく透き通ったスープが。 えー、特徴的で、えー、結構寡黙な、えー、主人が、えー、奥さんとやっている、えー、ラーメン屋さんに、えー、行ってまいりましたやっぱり何度食べてもね本当にねあの品そばの、えー、スープが本当大好きですねスープと合った麺もすごく美味しくて、まあ、ただちょっとねえー、っと僕と彼は結構結構なんだろうおしゃべりが好きな、えー、タイプなので結構ラーメン屋さんでも結構ねしゃべりたかったんですけども えー、結構そのお店は、えー、かなりねなんかまあ一人で来てるお客さんも多いし二人で来てるお客さんも結構喋んない結構静かに黙々とラーメンを食うのですごく店内がすごい静かでめっちゃ喋りづらい、えー、雰囲気というか空気だったのでちょっとそこのラーメン屋さんでの会話はちょっと慎みまして、えー、黙々とラーメンを食べてすぐ出てその後うん米のコーヒーね午後の。 作業しに行きました、まあでもちょっとねさすがに、えー、連休ということもあってコメダコーヒーでめちゃくちゃ激コミでなんとかカウンターでね本当はカウンター席で充電できるので、えー、並んでね、えー、座って作業したかったんですけどなかなかそうもいかず、まあ、テーブル席、まあ、ボックス席で、えー、やりましたまあ、コンセントねなかったんでちょっと僕の方が先にすごい。 申し訳なくてあの充電がねすぐなくなってしまったのでちょっと出ることになってその後ねちょっとあのお別れをお別れというかバイバイして、えー、しましたはいで午後はうんまあそれで今回ねえっとその彼と、えー、彼はなんかその週2で、えー、普通に、えー、オフィスに行きまして週3は、えー、リモートワークを ね、あの家の近くのスターバックスで1、えー、人ですごく黙々とやっているという話を、えー、言っていて、えー、すごくねなんかそのやっぱり1人でやっているし、えー、毎,毎回ね同じさまに行っているしあのー、結構なんだろうな同じ会社のメンバーでも結構本当にみんな一人一人そ,それぞれが結構違うジャンルの、えー、お仕事をしているから結構なんかこう孤独という孤独との境というか何かそのいろいろ彼にとっても全く今までやってきた仕事と。 打っって変わった内容の仕事を最近しているそうなのですごく大変な時期というか覚えることもいっぱいあって、えー、覚えることは覚えたけどここからさ,さらにそのインプットしたものをアウトプットして結果をね、えー、どんどん出していく、えー、というフェーズに、えー、いるらしくてすごくなんか今つらいけどやっとなんかこう、えー、行きたかったね。 来た武将というか、えー、に入れるので、えー、今つら、まあ、いすごい辛いけどすごい、えー、楽しいわって言っててすごくねなんか僕ももっと頑張んないとなとか,なんか結構、えー、エネルギーをねもらえる、えー、方で一緒にいるだけですごくエネルギーをね、えー、もらえるというか僕が充電できるというか感じの方なんでまた何かちらの機会に、あのー、一緒にね会って作業したいなと思いますはい、えー、で、えー、別れた後はちょっと午後ね ルーメイトとルーメイトっていうのかなルーメイトと温泉に家の近くのねスーパー銭湯にサウナ活動しに行ってきましたその友人がねななんんてだサウナ活動はちゃんとしたことがなかったので僕はまたレクチャー第2弾としてちょっとね一緒に同じペースで入りながら えー、教えレクチャーしてえっ、ーえー、とまあ初っ端からね初っ端の、えー、1セット目から、えー、たまたますごいねその今日は混んでたんですけどもたまたまえっ、ー、とーまあサウナ入って水風呂入って最後ワンセットの最後の外気浴っていう外の露天風呂の方でまあその置いてある椅子とかに座って、えー、5分ぐらいね整えタイムみたいな。 をやるんですけども、たまたまラッキーで、1回、一セット目からいきなり、あの、畳があって、寝っ転がれる畳があって、そこが一番特等好きなんですね、あの、サウナ活動の。はい。で、彼、たまたまね、1セット目空いたんで、そこを彼にちょっと、譲りまして、せっかくだからやっぱり、1セット目からね、やっぱり一番良い、整えをね、経験、体験してほしかったんで、やりました。それとやっぱり、すごくね、気持ちよかったらしく、3セットね、 あのま、ー、僕が言ってるだけでやっぱり、えー、実際に体験してみないとサウナの本当のちゃんとしたサウナの活動の良さは分からないと思うので今回ね、えー、あの体験してもらえて、えー、本当と良かったですねはいで結構本当に僕も久しぶりに行ってちょっとなんかこの前行った時よりだいぶ秋になって天気がね えー、空気がすごく寒くて、えー、いつもはね震えないんですけど、まああのー、外気浴ででも今日,今日はちょっと寒くて、えー、震えてしまいましたねその整えタイム中になぜかはいでそうですね雨も降ってたし最後 <laughs> で結局最後あのー、本当はねサウナ活動した後はサウナ飯は、えー、なんか地中海料理とか,なんかそういう魚介類がいいらしいんですけども <laughs> まあそんなね ないのでなかなかねお店はなのでちょっとまあんか軽くねサクッと食えるものにしようって言ってえまあ松屋とすき家とせいで家系ラーメンせいやで迷った末に結局せいラーメンにせの家系ラーメンをサウナ活動後に食べましたはい本当は良くないんですけどね本当にせっかく ね、整ったのに家系ラーメンでまた、えー、体を汚くするっていう、えー、あるまじき行為を、えー、しましたでもすごく久しぶりに食べたせいやラーメンはすごく美味しかったですはいですねそんな感じでえー、かなそんな感じ結構まあゆったりしたえーまあ4連休最後の日だったかなと思いますはいまあ明日からまた、えー、切り替えて、えー、世間がね、えー、また え普通にね戻っていくのでえ僕もちゃんとえースイッチをね切り替えてえ仕事モードというかもう少しねちゃんとえガッとえ作業するモードに切り替えていきたいと思いますブログの方もちょっとね <laughs> ちょっとかなりね日記だけになってしまって更新がねなっているのでちょっとそろそろやりたいけどだんだんまた新しいえお仕事がえーありがたいことに、えー 来そうなのでちょっとねまあこれズルズル行きそうですね本当にこのまま来月もなのでちょっとそろそろ本当にまあそろそろ詐欺なんですけども頑張りますはいそれではまた、えー、お会いしましょうバイバイ